さあ始まりましたポジドラ、どうも大竹春香でございます。明日の、今日な、いや8日か、12月8日に現役ドラフトがあるということで、まあじゃあ誰が行くんだっていうね、で誰を取りたいんだ、どういうタイプの選手が欲しいんだっていうのを、まあちょっとね、一ファンとして考えてみたんで、今日はその話をしていきたいなと思います。まあ大前提としてですね、まあ現役ドラフトなかなか難しいなっていうふうにね思いますね。まあドラゴンズファンとして細川選手の活躍がこう目に焼き付いてはいるんですけれども、まあ実際蓋を開けてみると、去年現役ドラフトで移動した選手が12選手のうち6選手がクビになってしまったというね、だからそう、現役ドラフトに出される選手も最後のチャンスだと思って、ぜひ頑張ってほしいんですけれども、だからね、出ていく選手も、まあ、入ってくる選手も、まあ死に物狂いで頑張ってほしいなというふうにはね、思います。で今日僕はですね、この選手が出ていっちゃうんじゃないか、出されちゃうんじゃないかっていうのを何人かこう考えてきてはいるんですけど、やっぱね2つ思うことがあるというか、まず一つはですね、こういい選手を出さないといい選手は取れないぞというね、ところですよね。人気のある選手からこう順番が決まっていくわけですから、欲しい選手、いい選手が欲しければこちらもいい選手を出すしかない。まあこれ現役ドラフトに限った話ではなくて、まあトレードでもね、当然そうなんですけれども、だから出されることによってすごくこうネガティブになりたくないなとね、いい選手を取るためにこちらもいい選手を出すんだというね、そういう意味でも今年はまあ、宇佐美選手、斉藤選手でこちらから郡司選手、山本選手出して、お互いがいい、ね、トレードになった。やっぱりそれはね、いい選手を出してるからなんだと、ね、僕は思うわけです。でもう一つはですね、やはりこの現役ドラフトという制度は、選手出場機会のなかなかない選手に、もう一回チャンスを新天地でというね、意味合いが強くありますので、なんでドラゴンズはあの選手出しちゃったんだとか、いやもうちょっとなんかやりようなかったのかっていう風には個人的には思いたくないね。その選手の活躍できる一つの手段としてこういう制度があるわけですから、僕はですね、誰が選ばれてもよし頑張ってきてくれというね、気持ちでマインドで応援したいなと思っているわけでございます。じゃあね、ドラゴンズはじゃあ果たして誰がこう現役ドラフトで選ばれるのか、まあ最低2選手で、年俸次第では3選手選ばなきゃいけないんですよね。なんで、まあ最低でも2人はこう現役ドラフトの場に出ていくわけですけれども、まずね、1人はね、この選手行けばいい、行けばいいって言うとちょっと勘違いされそうなんですけど、まあさっきね話した通り、他のとこでなんとか活躍してくれたらなっていう意味で言うんであれば、僕は石垣選手なんかは、新天地行ってもいいのかなっていうふうに思います。内野どこでも守れてすごく便利な選手ではあるんですけど、ドラゴンズではなかなかバッティングが開花ね、できなかったしなかった。まあ何年か前に2軍のウエスタンでですね、かなり、活躍はしていたんですけども、1軍に来るとなかなかね、2023シーズン、今シーズンですか、もう後半戦ずっと1軍に帯同してましたけども、やはりね、バッティングがなかなかということで、僕はこの石垣選手ってすごいパワーのある選手なんで、去年の細川選手みたいになってほしいなというふうに思うわけですね。新天地に行って、いいバッティングコーチがいれば開花する可能性は十分あると思っているので、石垣選手の豪快なバッティングを見たいという意味で、まあ、石垣選手いいんじゃないかな、ね、で内野どこでも守れる、ね、という強みもあるんで、石垣選手出せばかなりいい希望通りの選手をこちらも獲得できるのかなというね、考えでございます。やっぱり今中日ドラゴンズは内野手が結構、まあ、外野手もそうですけど、いろんな選手がたくさんいると、そういう中で、まあ、どこでも守れるっていう、まあ、強みはあるんですけれども、やはりね似たようなタイプだった堂上選手も去年ね、まあ、どの上選手に関しては年齢のこととかもあるんでしょうけど、なかなか1軍に来れなかった。つまりこういう便利なタイプでも今ドラゴンズの、1軍にはなかなかと、それだけだとなかなかっていうところもね、あるんですけれども、どの上選手がですね、ドラゴンズの守備で一番うまいのは石垣選手だっていうね、記事もね出てましたから、あとはバッティング、ドラゴンズじゃない
もっと狭い球場で、もう一つ注文つけるならどうかパリーグでね活躍してほしいなと思いますね。細川選手の活躍をですね、こう垂涎もので、眺めていた DeNA ファンを何人か知っていますので、僕もですね同じリーグじゃなくてできればパリーグで、活躍してほしいなと思うわけでございます。で、二人目この選手じゃないかなって思うのが、三好選手ね、外野手で足の速い選手なんですけれども、まあなかなか一軍だとこうまあダイソー、あるいは守備ですよね、守備固めでしか出てくることがなかなかなかったとね。この選手もバッティングが開花すればっていうところなんですけれども、かなりですねスイングはいいというふうに、立浪さんもこう最初ね三好選手見た時おっしゃっていたわけですし、一つコツをつかめればかなりこう何なら球界を代表するリードオフマンじゃないですけれども、チームを代表するリードオフマンぐらいにはね間違いなくなれるんじゃないかなと。やはりね思うことは、この名古屋ドームを本拠地、バンテリンドームを本拠地にしている以上、バッティングがねなかなかこう難しいのかなね、いうふうに思うわけですね。なんでまあちょっと狭い球場で、のびのび打てるようなところでこう石垣選手、三好選手ね見てみたいなっていうのが一つの、まあちょっと偉そうですけど親心なのかなというふうに考えています。でピッチャーはですね、まあなかなか今足りないっちゃ足りないんで、まあどっちかというと俺バッターを出してピッチャー取るんじゃないかなっていうふうには思っているんですけれども、まあピッチャーで言うとまあ広志選手、鈴木広志選手なんかもまあ候補の一人なのかなというふうにね、思います。まあいろいろ試行錯誤して、投げ方も変えてみたりいろいろねやっていますけど、ドラゴンズのマウンドが合わないのか名古屋ドームのマウンドが合わないのか、なかなか制球難に苦しんでいる。ということはつまり、まあ別のね、マウンドで、別のマウンド本拠地とするチームでね、投げてみたら、剛速球はありますからね、めちゃめちゃ活躍するんじゃないかな、というふうに考えているわけです。あとはそうだな、まあ橋本選手なんかも、今年はですね、ちょっと印象的なね、交流戦でのホークス戦で、まあ、印象的なピッチングがありましたけれども、橋本選手も、2軍だとかなりいいピッチング、ね、制球も安定しているですけれども、こう、ところがこう1軍に来ると制球難がこう目立って際立ってしまうというね、ところで、そこのなんかメンタル的なもの、あるいはこうリード的なものをドラゴンズからこう変えてみると一気に活躍するんじゃないかなとは思うんですけど、やっぱりね左ピッチャーっていうことを考えると個人的にはこう残しておきたいのかなっていうね、ところでございます。かなり早いですしね。ということで、まあ僕の予想としては、石垣選手、三好選手、まあ時点で広志選手、さらに、まあ大穴かな、橋本選手というところでございます。で、どういう選手じゃあ指名するんだろうっていう考えたときに、やっぱり僕はね、左のワンポイントというか、左のこうリリーフピッチャーが欲しいなっていうふうにはずっと考えているわけです。まあそういう意味でもね、橋本選手を出すのはちょっとなっていう感じなんですけど、ドラゴンズのこう一軍を見ているときに、ブルペンを見ているときに、こう左ピッチャーっていうのがね、極端に少ないなっていうふうに思うんですよね。斉藤選手、あるいは福選手。でもまあ今年の福選手の使われ方っていうのは、イニングで任されるというよりは、こうワンポイントで任されることが多くて、できればですね、ロングもいけるようなリリーフ。まあ1イニングは最低投げれるような、左が欲しいなっていうのが、現状、僕の考えでございます。まあ、砂田選手が来年復活するとか、まあ、そういうね、上がり目は当然あるんですけれども、ね、今のところ足りないかな。で、まあね、福島選手ですとか、上田選手という、ね、若手の左ピッチャーはいるんですけども、個人的なことを言えば、福島選手も上田選手も、まずはね、こう、ロングというか、まあ、先発の方で挑戦してほしいなというふうに考えてるんですね。まあ、今年はですね、こう、大野雄大選手がいなかったんで、この左の先発っていうのがね、極端に少なく見えた。ね、小笠原選手がこう、一人で気を配置いたように見えるんで、やっぱね、先発で投げれる左
っていう考えると、福島選手、上田選手はまだまだトライしてほしいと思うんで、こう経験のある中継ぎの左かな、個人的にはね欲しいなと思います。まあ、もしくはね、まあ、欲を言えば去年のね、細川選手のようなね、パワーヒッターも欲しいですけれどもね、まあ、それがなんなら一番欲しいけど、まあ、そんな甘くないっちゃ甘くないんでね。以上、まあ、現役ドラフトの予想、してまいりましたけども、まあ、結果はね、明日わかるということで、僕も非常に楽しみにしているわけです。まあ、とにかくね、出ていく選手は新天地で、で、あるいはこう来る選手はこのドラゴンズという新しい環境で、頑張って、この、現役ドラフトという制度自体がですね、みんなどのチームにとってもこういい、ね、どのチームにとってもいい、どの選手にとってもいい、制度になってくれたらいいなと思います。以上、大竹遥でございました。ナイスゲーム。